フェラーリ 296GTB はイタリアの自動車メーカーのフェラーリが販売しているプラグインハイブリッドカーである。フェラーリ 296GTB は2021年6月24日にオンライン記者会見で発表され、その後イタリアのモデナで7月1日から4日にかけて開催されたモーターバレーフェスト2021において 296GTB の実写を初公開した。 社名の296は 2992cc の6気筒を表し、GTB はグランツーリスもベルリネッタの略である。V 型6気筒搭載のフェラーリはかつて D のブランドして D の246以来であるが、フェラーリブランドとしては初。その D のが社名として復活される噂があったが、採用されることはなかった。フェラーリのプラグインハイブリッドは、 SF90 ストラダールに続き2車種目である。V6 エンジンのバンク角は120度とシバンク内にターボチャージャーを搭載。電気モーターを組み合わせることで830馬力を発揮している。スタイリングでは現行、フェラーリの中で最もコンパクトであり、久々にトンネルバックスタイルを復活させた。 最高速度は時速 330km、0時速 100km 加速2.9秒、0時速 200km 加速7.3秒と公表されている。納車は2022年第1四半期が予定されていて、付加価値込みの価格が26万9千ユーロ、トラック走行重視モデルのアセットフィオラノが30万2千ユーロとなる。ありがとうございます。